はい、こんにちは、花房です。今見ていただいているのが色無地です。こちら全部で、そうですね、今ここ映っているだけで100種類ちょっとぐらいありますかね。通常ですとね、今のこの季節ですと、秋のお茶会に向けて のお品揃えというのが毎年恒例なんです。ただまあ今年はね、そうは言ってもまあお茶会自身がちょっとね、なかなかまあ難しい感じになってますかしらね。ただまあこの色無地、せっかく新色が揃った時ですので、まあご用がお考えの方、ちょっとね、今回ご検討いただきたいなと思いまして、まあご案内をさせていただく次第です。こんにちは。その会を秋のフォーマル、まだ間に合います、秋の支度として、8月の30日からね、このお店で1週間、月曜日から土曜日までさせていただきたいと思います。まあね、もう予定しちゃってたからね、だからまあこういう時だから綺麗なものでも見て、次のワードローブの参考にでもしてください。もうすぐね、きっと着物を着てなんかお芝居見に行ったりお茶会したりとか、きっとそういう時代が来ると思いますよ。ね、みんな頭のいい人たちがワクチンだとか特効薬だとか考えてくれてるはずだしね。それで、まあ、今回に関して言えば、まあ、せっかくご用意をしましたけれども、まあなかなかのご来店はちょっと難しいだろうなっていうことも思っています。ただ今回のこの今からご紹介するものに関してはオンラインショップでのページは設けていないんですね。まあ、ちょっと色無地とかね、オンラインショップで怖いものがあったので設けていない。設けていないんでしたっけ。設けていないんです。だから来れない方のために色無地の見本帳をご用意しました。今ちょっと鏡になってね、映っちゃってるかな、ご用意をいたしました。代表的なね、うちの代表的なお色目10色をご用意しております。それで、まあ、ちょっとこのじゃあどういうものの見本帳の中のものがどういうものなのかというようなものをね、今またいつものようにご紹介をしながら、またいろんなお話しさせていただこうと思います。はい、見本帳のね、この一番トップになっているのが桜色というお色です。桜色、ほんのりピンクのことですね。このほんのりピンクで、地紋がこの見本帳に貼られてます。小さなチップですから分かりませんのでね、この檜垣という地紋です。まあ、これが一番うちにある地紋の中では大きい地紋ですね。で、この桜色に関してはこの檜垣、百花、青海波、花絞り、その4つの地紋のご用意があります。それがね、この見本帳の下に書いてあるね。ただこれ各1つとか2つしかないから、まあ売れてしまったらその地紋名が消されていくってことにはなると思うんですけれども、今のところこれがあります。だからね、もう来れない人、この見本帳を請求してください。多分来週の月曜日には全部お送りの体制ができるようになるので、まあ、その中からお家でね、で見本帳でポチって買わなくてもいいから、このこれとこれとこれが見たいよって言って、いつもの通り、まあ、メールなのか、LINE なのかインスタの DM なのか教えてくだされば、その単物を送りますんで、ちゃんとお家で当ててみてください。それからこれは藍白、また亀のぞきとも言いますね。この淡い水色のことです。これも檜垣の地紋です。この藍白に関してはこの檜垣と、あと稲穂、百花、この3つの地紋のご用意があります。それでね、
それでね、まあここは10色しかないけれども、冒頭に写した通りこうものすごくたくさんの色数があるのですよ。だから見本帳の中からはこれとこれが見たいけれども、まあそれに似たような色目とか、あと中にはねご自身のね着物姿の写真を送りくださる方もいるのね。そうするとああこういう好みなんだなということが私にもわかるので、お似合いになりそうな色、この見本帳外の色もお見繕って、お入れします。だいたい5単ぐらい送らせていただくつもりなので、これが3番目の裏葉柳という色です。裏葉柳ですね。でこれはこの地紋は青海波波のね、この青海波という地紋です。この裏葉柳、淡い水、緑色のことですね。この淡い緑色、こちらは檜垣、百花、青海波、この3つの地紋のご用意があります。で同じ色でも次にご用意しているのがこの白緑という色ですね。どう違うかっていうと、ほらこっち側とても明るい緑のことです。地紋素敵ですね。ありがとうございました。この間さつきさんのね会でお目にかかった方ですね。こちらの方がかなりお地味な緑色ということになります。そうですね。でこれが白緑です。こっちの方、ごめんなさい、明るい色の方のお話でしたね。この白緑、白緑と書いて白緑です。これはこの呪文が百花と言われている呪文です。この百花の呪文、これもねうちのオリジナルなんですよ。ここ松が見えますね。これは、まあ、楓とかね、楓、橘、菊、梅、そのようなものがこう季節を問わずねのお花がみんな織り出されている、これを百花と言います。百花と言いまして、百花ってこれうちのオリジナルで私が名付けたんです。百花っていう、百の花って書いた呪文ね。この白緑に関しては檜垣、百花、青海波、花絞り、この4つの呪文のご用意があります。そしてこれが丹黄と名付けた、淡い黄色と名付けた、まあ、卵クリームのような色ですね。これが先ほどから申し上げている花絞りという呪文です。色無地ってねなんか汚れが目立つのよ。やっぱり他にほら目が行くところがないでしょ。だからこうシミとかピュッとくっつけちゃっただけでもとても他の顧問に比べてね目立つものでございますから、どうぞこの洗えるもの便利だと思いますね。ちょっと私のモニターでは今グリーンがかって映っちゃってるんだけれども、これは丹黄卵クリームのようなお色目です。そしてこの花絞り、お花のような形にちょっと絞ってあるよみたいに見えるのがこの呪文ですね。この丹黄の色、檜垣、百花、青海波、花絞り、この4つの呪文でのご用意があります。それからこれは薄あんずと名付けられたオレンジ系の色ですね。まああんず色、ちょっとね私は小さい頃食べたオレンジシャーベットのような色に見えるんですけどね、ちょっとなかなかこう色あ濃くってスタッフもうなずいてます。オレンジシャーベットの色みたいだよね。これねちょっとあんまり今ちょっとここら辺にポワンと少し色が出たかなですね。これも百花という呪文です。この薄あんずはこの百花と、あとは青海波、花絞り、この3つの呪文でのご用意が今ございますね。だからまあまずこの見本帳を取り寄せていただいてですよ、この薄あんずの花絞りの呪文と丹黄のなんとかの呪文とが見たいというふうに、メールなりお電話なりインスタ、DM なり何でもいいんですくださって、そして、まあ、私年齢がいくつですとか、まあ、こういうご自身 の, まあ、お写真入れていただいてもいいし、何か書いていただいたら、じゃあこんなのもいかがですかって、この見本帳外私がいくつかお見繕いをしてそれも入れさせていただきますので、
もうね、なかなか今来れないから、ごめんなさい、これね、紅富士っていう色なんですよ。紅富士ね、こうね、一番スタンダードな色ですよね。この色無地になった時にね、皆様が、まあ皆様がよくお求めのピンク系の色ね。だけどね、ピンク系もね、まあ桜色と紅富士、ここに載っていないもう一つのピンクがあるのよ。だから年齢書いていただいたら、まあある程度じゃあ紅富士系がいいかなとかだったら、もうもうちょっとこれより明るいピンクっていうのはここ見本帳に出てないよね。そういうものもご提案を私がさせていただこうかと思います。これは稲穂という呪文ですね。稲穂って言ってもね、これは着物でいうところのこういうものは、こう季節っていうのもよりも豊穣とか実りとかね、そういうような縁起物での吉祥文として見ますので、こう一番これがマットな感じかな。呪文で見た時に一番光沢があるのが青海波です。ドンスのような光沢があるね、青海波の場合で一番マットな、あんまり呪文が見えないっていうのがこの稲穂の呪文の特徴ですね。それからこの薄富士、人気高い色ですね。ラベンダーパープルのような色のことを言います。紫、女っぽいよ、大好き、自分が大好きなお色目ですけれども、これが薄富士。この青海波の呪文、ごめんなさい、薄富士色は青海波と、檜垣百花、花絞り、その4つの呪文のご用意があります。はい、そしてこの白茶という色ですね。ちょっとこの白茶は赤みのあるタイプの白茶ですかね。で、私がグレー の着物を着ているから、同じグレーでも当てるとちょっとピンクっぽく見えるぐらいね、少し赤みのあるグレーです。グレッシュな白茶の中でも赤みのあるタイプのものですね。これは呪文は稲穂の呪文です。今この私が当てているのは稲穂の呪文。こちらの白茶、人気の高いお色ですので、檜垣百花、青海波、稲穂、4つの呪文のご用意があります。はい、それとまあこの最後10番目のお色、ちょっと濃い色の黒紫、今ね相当赤く見えてるけれども、私のモニターとても赤く見えてるけれど、こんなに赤くはないですよ。ちょっと本当に黒紫っていうようなお色目ですね。これは今南天という呪文です。南天呪文はこれだけです。よくお話をします、その県庁療養というような方がいいよっていう方は、まあ、長寿にも本当に着る、法事で着るっていうと、この、まあ、あまり派手な色で南天呪文はつけないね。派手な色で法事に着ることほとんどないからね。だからそうするとこの南天の呪文、法事にも着れるような、これ黒紫という色ですね。南天、南を転じるという意味合いを持つ南天呪文ですね。まあ、この南天の呪文だったら、まあ、法事に着ててもいいんじゃないっていうふうに思います。これは檜垣、南天、百花の3呪文がこの黒紫のお揃えではあります。まあね、この見本帳ですね。この見本帳をご用意しておりますし、この色目だったら、白茶の色目だったらこれだけたくさんの呪文でが染められていますよ。だからこの見本帳で、このちっちゃいチップだったらね、よくわからないから、まあこの白茶の百花と紅富士のこの稲穂と見せてくださいみたいな感じで言っていただいたら、反物の現物を送ります。送ってお家で見ていただけるようにします。まあコロナじゃなくてもご遠方の方ね、やっぱりなかなか来にくいでしょう。近くでもやっぱり人によっては来にくいって思う方いらっしゃるでしょうから、今からする付け下げと一緒にね、それもお送りすることができますので、
まあ、この10色だけじゃなくてこれだけのお色目がありますので、お一人お一人ね、お送りする前にちょっと DM なりお電話なり、あとはインスタグラムの DM を使ったこうお互いのねテレビ電話を使った接客だったり、いろんなことをしてご満足のいくものがお送りできるように私も努めてまいりたいと思いますので、8月の30日から1週間土曜日までね、月曜日から土曜日までのこの色無地と付け下げの会というのを、まあ来られない方どうぞお家でお楽しみいただけるよう私どももできるだけのことをいたしますのでね、ご利用ください。そしてね、この、まあ、今回は色無地だけでなく今からご紹介する付け下げ、このご紹介する付け下げに関しては、何もオンラインショップとかの画像は撮っておりませんので、もしそれ見たいよっていう付け下げがありましたらば、私が今からご紹介するのの中からスクリーンショットを撮って、これを取り寄せたいっていうふうに言ってください。それもお送りをいたしますので、はい、じゃあ付け下げいきましょうか。はい、付け下げは場所を変えていきますよ。はい、じゃあ大丈夫ですか。まずこの唐草、これ紅富士のねような地に唐草模様の模様を染めました。これ全部職人が手染めをいたしましたね、手で染めましたものでございます。友禅の職人、糸目の職人、金箔の職人、いろいろね着物は分業による協業でございますので、みんなで作りました。このまず紅富士の唐草で唐花でございますね。はい、じゃあですか。はい、次この綺麗な綺麗な、ひば色ですねに、まあ立花じゃないな、これは花じゃない、木立の、まあ、意匠化されたものですね。やっぱりねこれは本当にこう色が綺麗、それとこうスーッと伸びていく様がモダンだと思いますね、洒落てると思いますね。やっぱりこれはひときわ中に入られた時に、まあ、目立つというか華やかなお色目になると思いますよ。はい、それとお値段ですけれども、これは27万5千円ですね。今ご紹介をしているのが27万5千円ですのものですね。で、先ほど色無地お値段言うのを忘れました。9万8千円の消費税でございます。ご紹介したものすべて9万8千円の消費税、もう印象ちりめんの字でございますね。そしてこれ今付け下げ。あ、これが全部手書きの、これは皮脂ですね、花菱、花菱のものでございます。これが25万円の消費税です。はい、それとこちらのブルーの、これは鳳凰ですね、こう裾に鳳凰と、まあ、白い花をねあしらいました、かなり格調のある豪華な感じの鳳凰の付け下げです。実はこれ私の昔のね訪問着をかなり整理して、もっと私の訪問着の方はもう柄数がバーッとすごいんだけれども、それを整理して、もっと着やすくねしたのがこちらの図案です。はい、それとこれも訪問着柄から取った付け下げですね。雪輪の柄に百花が詰まっています。これもかなりね、豪華ですよ。作ると豪華な感じの、まあ、付け下げというか、もう本当に訪問着って言ってもおかしくないくらいの感じのものになると思います。これが25万円の消費税。それは裏代も仕立て代もみんな込みのお値段です。ちなみに八掛けのところなんですけれども、八掛けのところは
全て引き返え裾引き返しといって同じものでね、同じ生地で八掛けがつくのではなく、引き返しの生地がつきます。今のの色違いですかね、これがの色違いですね、黄色、はい、今のピンクの色違いの黄色バージョンです。私この柄本当に好きなのよね。まあとてもあの印象の好印象っていう あの好感度の高いような、お柄付けになると思います。これはねまた打って変わってパーンとした華やかな地味派で、なんていうのこれ、その大胆なね、チョコレートブラウンのようなお色の中にこう白地でかたどった唐草、ワンポイントのねあのこうエンジンっていうんですかね、そのお花がポイントになっている、かなり大胆な構図の付け下げになると思います。さあ次に今度は23万円の消費税のコーナーですね。これはまあ、あの水辺の様子が描かれていますね。私大好きですよ。日舞の方なんかね、水辺のもの、波のもの、よく宿舞のね舞などに使われる方もいると思います。かなりね精密な柄なんですけれど、これね色をね多く使っていないでしょ。もう本当にワントーンで染めているので、まあ、帯でね唐織のような派手な帯をバーンとしてもいいし、もうすっきりモダンにまとめてもいいし、それからこれはもう何でもない感じの、色目がやっぱベージュになるのかな、ちょっと茶系になるのかな、白根津っていう割にはやっぱ少しこう茶がかったような色目ですね。それにこの皮脂爪をあしらったような文様の抽象化された文様ですね。もうこれね何でもなく、もう一応付け下げなんだけども、さらっとかっこよく着てもらいたいなっていう感じですかね。はい、それとこれも大胆で濃い色に白の水紋がねわーっと広がっているような、まあそうね、これ一重にしてきてもいいし、また合わせのそのやっぱりねこれ水のものっていうのはこう広がっていくとか無限大とかそういうようないろんなね意味がありますのでね、おめでたい模様なんですよ。もうすっきりさせてるけれども、うん、おめでたいお席に十分に来ていただけるようなお召し物だと思います。あ、それからこれね、これは笹のなんて上品なんでしょうね、本当になんて上品なんでしょうねっていう感じですね。お茶の方かな、お茶の方に来ていただいたらような感じなのかな。そういうおとなしい柄付けの付け下げです。それとこれもあっさりした松葉の皮脂の中に、このお花は何でしょうね。また私お花あんまり詳しくないからまた教えてください。知ってる方がいたら教えてください。松葉の皮脂の中にお花をあしらった文様ですね。もうこれもやっぱりお茶の方とかそういうおとなしい、うん、デズイラズっていうような感じで来ていただくようなお召し物ですかね。これも23万円の品物です。それと同じね皮脂の中に文様があるけれども、さっきのとは打って変わってこうちょっとモダンなねキッとしたような印象にのお召し物だと思います。かっこよく着るもよし、お茶で上品に着るもよし、もう帯次第その人着て次第のお召し物だと思いますね。
こちらも、これも23万円の、あら、最後ですね、これ。これ、立花文様です。この白の立花が結構この上までね、来ていますね。私がこう当ててもかなり上まで来ているので、まあ、お背の高い方、あと、お座りになった時にね、あまり柄付けが低いと、どうしても膝の上が無地になっちゃうじゃないですか。これはたっぷりと膝の上まで通常の方だったら来るでしょう。なかなか豪華な。私これのね、ロー昔持ってましたよね。今でも持ってる。ちょっと印象違うんだけども、これでロの付け下げを色違いで持っています。はい、友禅のものは今こちらご紹介しただけですね。全部でね60点ぐらいはあるんですよ。で、友禅のものだけで40点ぐらいはあるのかな。だけど、まあ、その全部紹介してたらね、とても大変なので、まあ、見る方もみんなも大変だ。今度はこちらは、手ぼかしの付け下げです。こちら、今からご紹介する手ぼかし、約10点弱ぐらいあるのかな。これは、みんな18万円の消費税。上品でしょう。私ね、これ色無地以上付け下げ未満っていうか、なんかこう、うん、色無地代わりにして着ていただくようだね。でも付け下げ、ちゃんとした付け下げだし、非常に出ずいらず、ちょうどいい程合いのものだと思います。これ手ぼかしです。ちょっと金のねあしらいがあって、先ほどのと同じ柄付けですかね。同じ柄付けなんだけれど、全然色が違うと印象が違うじゃないですか。で、さっきのは上品だし、これはなんかこうきっぱりとかっこいいよねっていう。で、ぼかしにこの金彩のねお仕事が、チラチラチラっとこう金砂子が、そこがちょっとこう豪華な感じというか、フォーマル度アップして見せていますね。それとこれもね、この柄付けはこれと紫があるのかな。これも比較的このつまの位置が高くまで来ていますので、座った時にね、膝の上までしっかりと柄が見えるし、あとお背の高い方なんかはやっぱこう嬉しいよね。つまがこれだけ上まであるとね。つまってこの長さのことね。出ずいらずの付け下げです、はい、これも今のとちょっと似てるけれども、少し模様の取り方が違いますね。シュッとしたかなり、シャープな、これは流水模様ですかね。流水の模様です。そう、これなんかはそうね、かなりシャープ。もう一つ多分これの色違いがお見せすることができると思うんだけれども、それとまた印象がね、ガラッと違う色で、ガラッと違うのも楽しまれてください、その印象ね、はい、これがそれの色違いなんですけれども、全然印象が違いますよね。さっきのはこうなんていうの、かっこいいっていう感じで着たいし、これはもう本当にもう普通に、普通にあまり、まさにそうね、まさに出ずいらずっていうような感じの色目だと思います。もう帯次第でね、いろんな表情を見せてあげてください。はい、それからこれが大好き、私霞がススッと3本ね、お裾に入っています。そう、なんかマロンのようなね、ブラウンに霞がスーッとたなびいている様が描かれています。すっごくおしゃれだと思いますよ。はい、それとこれは遠山の柄、これもお色違いがご配色ぐらいありますかね。
またね、興味があっていろいろもっと他に見たいよっていう方、個人的にオンライン接客を申し込まれてもいいかと思います。オンライン接客でご紹介をしたもの、まあね、仕事に気になるものをお送りさせていただきますので、お家で見ていただくのもいいかと思います。さあ、そして最後になりました。これが、あ、これちょっとかすみだね。はい、さっきの色違いのかすみです。ごめんなさいね、きっとこれちょっとさっきのどちらかをご紹介するつもりが紛れてしまったんだと思いますけれども、まあこれも見てください。このようにお色違いがございます。はい、じゃあこちらでね。はい、はい、どうもありがとう。ん、はい、私のメガネちゃん、そこいちゃん、あ、ごめんなさいね。はい、いろいろありがとうございました。はい、失礼しました、ありがとうございました。あ、たくさんご覧いただいたようでございますね。本当に嬉しいです、ありがとうございます。またね、付け下げの方に関してはスクリーンショットで送ってくださって、これ見たいですとか、あとそれに似たようなものとか、ピンク系の付け下げとか、いろいろ、ね、リクエストをしてくだされば、どうぞ、お送りいたしますのでね。まあ、実際にたくさんの中から見たいっていう方はどうぞご来店ください。そうでない方5ターンぐらいお送りしますのでね、どうぞ色見本帳と先ほどの付け下げですとスクリーンショットご活用いただいて、あとオンライン接客、インスタグラムのビデオ電話とか LINE とかあるじゃないですか。それを LINE ビデオのね、を使って私と一緒に今これをやってるのを1対1でね見てもらうと、じゃあこういうのいかがですか、いいのいかがですかってご紹介をした中から選んでいただくようなものがあります。あとその、LINE とかメールとかでご登録をいただいた方、今ねおはがきによる案内状だったんですよ。花火さん50年間ずっとはがき出してたのね。でそのコストも半端じゃないじゃないですか。なので、まあ、メールとか LINE とかに切り替えていただくと、そうするとご案内状がね、そう電子化されたもので切り替えてください。新しく、もちろん初めて花火さん知ったよっていう方、新しいご登録でもいいです。この展示会のたんびにいろんな特典のあるクーポンがついていきます。今回の30日からのは5問入れを、ね、無料にさせていただこうと思っています。通常1万1000円の5問なんですけれども、それが無料クーポンが電子化でご案内状を受け取っていただく方に月ついていきますので、ぜひこの機会でその無料クーポンで、ね、使っていただいて5問入れを作っていただいてもいいかなと思います。これは付け下げでも色無地でも門入れ1万1000円という特典は同じでございますので、どうぞね、色無地お考えの方、その上手にお買い求めください。はい、今日はありがとうございました。見ていただいて、また次の展示会のご案内の時にお目にかかりましょう。あ、そうだそうだ、多分ね明日オンラインショップ、が明日オープンします。新しい顧問とか新作ね、新作がバーッと並んだオンラインショップが明日オープンする予定ですので、それがオープンしましたらこんなものがあるよっていうのを順次インスタライブでご紹介していきたいと思いますので、そちらの方もご覧くださいませ。はい、じゃあ今日はありがとうございました。バイバイ。